妹よ、今日は戦車には乗らず、初心者さん、向けシリーズ2022、その3と題して、裏取りとか側面攻撃に関しての話をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。正面対決が苦手な、装甲が薄い子とかでよく聞くワードだけど、いざやろうと思っても、結構難しいもんね。うむ。側面を取ってのクロスファイアや、背面を取っての挟み撃ちが強いのは、誰しもが理解しているところだと思うんだけど、妹の言う通り、いざやろうとすると、これがなかなか難しいんだよね。というわけで、まずはなぜ裏取りや、側面攻撃が難しいのか、ここから分析していこうか。了解だよ姉ちゃん。それで妹としては、なぜ裏取りが難しいと思うかな？敵がいないルートを把握するのが大変、とか、いろいろあると思うけど、一番はやっぱり、どのルートを進んでも大抵敵がいるから、かな？だね。前線の敵が味方さんと正面対決に熱中してるから、その隙に別ルートから即背面狙いで進軍しちゃおう。って考えても、このゲーム、基本的にどんなマップであれ、比較的狭いマップでの15対15の関係で、どんなルートを進んでも敵がいて、結局別の敵との正面対決になっちゃう。なんてケースは多いよね。そうだねお姉ちゃん。それと、敵前線の裏は取れても、後方の駆逐さんポジションから丸見え、とかも結構あるよね。うむ。最初のどこに行っても敵がいる、は、進軍ルートの限られてる場所に多い問題で、後の敵前線の裏は取れても、後方の駆逐ポジションから丸見え、は、開けた場所で多い問題だね。それでお姉ちゃん、問題点を洗い出したところあれなんだけど、これって解決策はあるの？マップの狭さとか、15対15は変えようがないと思うんだけど。のんのんのん、確かにマップの狭さや狙撃ポジションはどうしようもないけど、15対15は変更可能なのですよ。そうなの？お姉ちゃん。うむ。15対15なのは、はっきり言って初期配置だからね。時間が経過してくれば、お互いに車両数は減少するのが摂理なのですよ。つまり、15対15だからどんなルートにも敵がいるけど、敵が減ってくれば、すべてのルートを抑えていられなくなって、裏取り可能なルートができてくるってこと？まさしくその通りだね。それに、裏取り成功のためには、ミニマップやキルログから、敵の配置をできるだけ正確に予測することも必要になってくるんだけど、そういうのも敵の数が少ない方がやりやすいから、裏取りを成功させる一番の策は、敵が減るのを待つ、のような気がするね。なるほど、言われてみると確かにそうだね。でも、それだと裏取りは中盤以降の作戦になっちゃうよね。序盤はどうすればいいの？序盤は敵がレミングスでもしててくれないと、裏取りは不可だから、諦めるしかないね。あわう。ただ、それはあくまでも裏取りができない、あるいはすごくしにくい、ってだけだからね。例えば快速だけど走行のない中戦車さんだったら、開幕は通行量の徴収を、その後中盤までは2列目運用で敵を削り、中盤以降裏取りを狙って、最後はヘルスを使ってビシッと締める。こんな感じで立ち回るのが、私的理想かな？つまりは裏取りも、常に狙うのではなく、狙いやすいタイミングまで他のことをして待つってことだね。うむ。どんな作戦でも、タイミングが重要ってね。それに、敵が削れてからじゃないと、そもそも裏取りできても失敗するからね。例えば敵の戦力が10いたとして、味方の正面戦力が5、裏取り部隊が3、くらいの戦力差なら、味方さんが勝つだろうけど、これが例えば正面5の裏取り1の戦力しかなかったら、さすがに負けると思うからね。確かに戦力差がある状態だと、敵側も楽に対応できちゃうもんね。うむ。なので、その辺の見極めも大事だね。となると裏取り向きの車両は、奇襲的に大ダメージを与えられる子になるんだね。うむ。それにできれば1対1の能力も高い方がいいから、裏取りはボトム車両向き。というより、トップ車両の方が向いてるね。もっとも、基本何をやるにしても、トップ車両有利だけどね。あう。ということで、裏取りをするのは中盤以降、敵の配置が分かってからがおすすめ。って感じでいいかな？了解だよ姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。